パリゴリンブレイキン女子に出場したオーストラリアのレイチェルガン、ダンサー名レーガンをめぐる騒動が意外な展開を見せている。レーガンは1次リーグ3試合ともにゼロポイントで敗退。独創的すぎるパフォーマンスだったこともあり、世界中で批判と擁護が入り乱れる大論争が今も続いている。そうした中、レーガンの地元のオーストラリアメディアニューアイディア、 一大センセーションを巻き起こしたレーガンは、アイムアセレブリティにスカウトされるのかと題する記事を掲載。レーガンはパリでの仏議をかした演技で話題になった後、リアリティ番組、アイムアセレブリティゲットミーアウトオブヒア私は有名人、ここから出してくださいのプロデューサーから誘われていると情報筋が明かしたと報じた。同番組は英国初のサバイバルリアリティ番組。 有名人たちがジャングルなどの過酷な環境で生活して勝敗を争うことで大人気となり、今では欧米を中心に各国版が放送されている。その上で、記事では、関係者は、チャンネル10、オーストラリア放送局、がシドニー生まれのこのアスリートとの契約に非常に興味を持っていると語った。この選手は番組にとって素晴らしい人材になると考えているからだ。関係者はこう話す。 レーガンは理想的だ。世間の人々はジャングルで彼女の話を聞きたがる。彼女を好きでも嫌いでも彼女はみんなの話題になる。レーガンのユニークなスタイルがすぐに観客を魅了しており、彼女が番組に加わることで人々を引きつけることは間違いないだろうと付け加えたと伝えている。